ジでめっちゃいい音っすねこれ。もう JCM800 とは到底思えないようななんか音になってますよねこれ。はい、ともみさんこんにちは。前回のですねバイアスミニギターチュートリアル動画では普段僕がよく行っている音作りについて解説しました。使用ギターや得たいサウンドによって音の作り方は異なるんですが、基本的にはですね前回解説したパラメーターをうまく調整してイメージに合ったサウンドにカスタマイズしています。前回の動画をまだご覧になってない方は概要欄にリンク貼っておくのでぜひそちらもご覧ください。で今回の動画ではですね前回からより詳細な解説として魔改造レベルで積極的にアンプをカスタマイズしながら前回説明しきれなかった箇所について解説していこうと思います。でまず使用機材なんですが、分かりやすいように前回と同じ機材を使用してギターがですねサイケデリズムスタンダード T テレキャスタイプのギターを使用しポジティブグリッドのですねバイアスミニギターで音を作っていきます。でもちろんですねバイアスミニギターであろうとプラグイン版のバイアスアンプ2であろうと音の作り方は同じなのでバイアスアンプ2を使用している方もぜひ参考にしてください。では早速音を作っていきましょう。で今回もカスタマイズするプリセットを選ぶんですが今回はですねこのバイアスミニギターに付属しているマーシャル JCM800 のプリセットを使おうと思います。でアンプの歴史について僕は疎いんですがこの JCM800 は1980年代に出たアンプで当時のハードロックといえば JCM800 というくらい流行ったアンプになるそうです。ただ聞いてもらうと分かるようにそこまで深い歪みが得られるわけではないんですよね。なのでよりハイゲインな音を求めてペダルと併用したり JCM800 に対してハイゲイン改造を行っていたみたいです。ちなみにそのようなハイゲイン思考を受けて後のこう JCM900 とか2000などにつながっていくわけですね。でこのバイアスミニギターの売りはアンプのカスタマイズなので実際にですねこの JCM800 のプリセットに対して改造という名のカスタマイズを行ってですねもっとですねレンジが豊かなドライブ感あふれるサウンドにハイゲイン化してみようと思います。では早速カスタマイズしていきましょう。アンプヘッドのカスタマイズをする前にまずはですねキャビネットを交換しておきたいと思います。というのもですねキャビネットはですね出音の 50% を決定すると言われているぐらい実は出音に対するウェイトがすごく高いんですよね。ちなみに残りの 50% の内訳は使用ギターが 10% でアンプヘッドが 40% らしいです。で、ハイゲイン系の場合はですね僕はここから、オレンジのキャビネットモデリングしている ORV30S か、メサブギのキャビネットモデリングしているトレッドプレートをいつも好んで選んでいます。で使い分けとしては、中域の腰を出しながら、荒々しい音にしたい場合は、中域にピークのあるオレンジを、選びますし、でもっとこうレンジ豊かに重量感あふれる音にしたい場合はメサブギのキャビを選びます。で今回はですねレンジ豊かにドライブ感あふれる音を作りたいのでメサブギをモデリングしているトレッドプレートに変更します。なんかこうトレッドプレートに変えたことでローからハイまで均一なレンジ豊かなサウンドになってますよね。であとですねキャビネットのオープンバッククローズドバッグはここで選べるんですが基本的にですねハイゲイン系の場合はパンチのあるサウンドにしたいのでクローズドバッグをいつも選択しています。でオープンバッグはですね低域がマイルドになって柔らかい音になるので、まあ、クリーンサウンドやクランチによく合うと言われてるんですが、クリーンでもですね僕は結構クローズドバッグで音を作ることが多いです。まあ、とりあえず今回はパンチのあるサウンドにしたいのでクローズドバッグに変更しておきます。で、まあ、キャビネットを変えたらですね、まあ、音の質感も当然変わるのでマイクの位置もちょっと、調整しておきましょう。まあ大体ミドルエッジに置いといてそこからカスタマイズしていくって感じですかね。ちなみに 先ほどのプリセットで選ばれていたキャビネットに鳴らすとこんな感じです。でメサブギのキャビネットに鳴らすとまあメサブギのキャビの方がこう音がこもってなくてバランスよくなってますよね。でこれがですね後々ゲインを高くしていった際にレンジ豊かになってくれるんですよ。でキャビの準備はできたのでギターヘッドアンプの中身を早速カスタマイズしていきましょう。
まずはですね、こちらトーンスタックですね。JCM800 のプリセットでは80年代のサウンドに最も適したブリティッシュクランチが選ばれていますが、まあ、レンジ豊かなドライブ感あふれる音にしたいので、それに適したトポロジーのアメリカン5153に変えます。で、この後ですね、まあ、プリアンプなどでハイゲイン化を行うんですが、まあらかじめハイゲインに合ったトポロジーに変更しておいた方が後のカスタマイズがやりやすいんですよね。で、このアメリカン5153はハイゲインの場合結構きめ細かい音になる印象で、まあ、ざっくり言うとあのブラウンサウンドのようなトーンが出せます。まあ、例を挙げるとすれば EVH5153 とか、PP とかその辺の音ですね。まあ、今クランチ系なので、まあ、音の違いが分かりづらいと思うんですが、トーンとしてはですね、ブリティッシュクランチにあった中域の癖みたいなのがなくなってますよね。で、これがですね、ゲインを高くしていった場合に均一にレンジ豊かに歪んでくれるんですよ。で、逆に言うとですね、癖みたいなのがなくなっている分、例えばマーシャルのような荒々しい歪みを出したい場合はマッチしないんですよね。その場合はですね、例えば こちらのブリティッシュモダンが一番マッチすると思います。で、こんな感じでですね、トーンスタックでイメージに合ったトーンを選ぶことって結構大事なんですが、トポロジーの数がですね多いので、まあ、全部のサウンドを把握することって結構難しいと思うんですよ。なので僕はですね、好んで使用するトポロジーをもう3つぐらい、厳選してて、それらをですねイメージに沿って使い回すような感じで、まあ、必要であればカスタマイズしています。で、必要であればって言ったのは、前回のようにですね、プリセットの音を土台とした音作りの場合、基本的にトポロジーは気にしなくていいと考えています。まあ、前回の動画におけるカスタマイズでもトポロジーは変えてませんよね。で、トポロジーをですね変更するケースは、まあ、俺は絶対このトーンじゃないと嫌なんだという場合か、もしくはですね、今回のように抜本的なカスタマイズを行う場合の2ケースだけだと、とりあえず考えてもらえばいいかなって思ってます。で、音作りの余裕が出てきたら、まあ、遊び半分で、トーンスタックいじってみて、音の傾向をつかんでみるというのがいいと思います。ではトーンスタックはこの辺にして、次にプリアンプをカスタマイズしていきましょう。まずですね、ゲインが全然足りないので、チューブステージを調整して、足りないゲインを足します。で、感覚的にはチューブステージはプリアンプで使用する真空管の数を指定できるようなイメージで、まあ、当然真空管が多ければそれだけゲインが得られます。で、今回はですね、マックスの5に設定しましょう。で、チューブステージスをですね、5に変えたことで、まあ、ゲインは増してるんですが、聞いてもらうと分かるように低域がこうモリモリ出てしまって音のバランスが崩れてますよね。で、真空管の種類とか、まあ、特に本数ですねを変えると、まあ、キャラだけじゃなくて周波数特性も少し変わって余計な帯域が出てくる場合があるんですよ。で、これをですね調整するために、まあ、フロントパネルのトーンコントロールで調整しようとする方がいらっしゃるかもしれないんですが、いきなりそこを触るんじゃなくて、プリアンプのですね EQ で音を整えることをお勧めします。で、プリアンプにはですねプリ EQ とポスト EQ があって、まあ、役割としてはプリ EQ がですねプリアンプの真空管に入る前の前段の EQで、ポスト EQ がですね真空管に処理した音に対する後段の EQ になります。で、今、真空管の本数変えたことで低域がこう多く含まれた音になってしまったので、まあ、ポスト EQ でまずは、音をですねある程度整えたいと思います。で、とりあえずですね、まあ、低域が出まくっているので、まあ、ちょっと高域はバイパスしておいて低域を削っていきましょうか。まあ、今ちょっと低域削ったんですが、まあ、聞いてもらうと分かるようになんか中域もモコモコしてるんで、ここもちょっと削っておきましょう。まあ、ここら辺にしておきましょうか。で、注意点としてはですね、ポスト EQ で音を削る場合、中域はあまり削りすぎないことをお勧めします。
というのはですね、やっぱり真空管らしい旨味みたいなのって中域だと思ってますし、まあ、ギターの美味しい帯域も中域だと思ってるんですよね。なのでプリアンプで処理した音に対していきなり中域を過度に削ってしまうとせっかくの旨味が消えてしまうんですよ。でポスト EQ はですね、過度なピークがない状態に音を整えるようなイメージで調整してもらうのが、いいと思います。で今回もですね、まあ、過度なピークがなく太さが残ってるようなイメージでざっくりと整えてみました。で今回ですね、チューブステージスで真空管の本数を増やしたんですけど、まあ、真空管の本数増やすとこうなんて言うんでしょう、歪み出すスレッショルドというかポイントが速くなるんですよ。なので加入力になっている周波数帯域が出てきたりして綺麗に均一に歪んでない場合があるんですよね。で今回もですね、なんか他の帯域に比べると、まあ、中域がなんか加入力になってなんか少しバリバリしているような印象あるんで、プリ EQ で綺麗な均一な歪みが得られるように真空管に入る前の音を調整します。でイメージとしては、突出した帯域が出ないように、まあ、太さを残しつつ、できるだけ低域と中域の音をこう平らにするような感じですかね。今ちょっとざっくり調整したんですが、まあ、調整する前にあった中域のバリバリ、バリバリっとした張りがなくなって、まあ、すっきりと均一に歪んでるような印象の音になってますよね。で実際はですね、プリ EQ とポスト EQ を、まあ、お互いにこう行ったり来たりしながら調整するんですが、まあ、ポイントとしてはですね、まあ、先ほど説明したようにプリ EQ はですね、突出した周波数帯域が真空管に入力されないように、まあ、音を整えるようなイメージで調整してください。でよくあるのがですね、低域がこうもりもり真空管に入力されてしまってとにかくブーミーな音になってしまったりとか、まあ、逆にですね、高域が突出してバリバリとこう張り付いた音になっているパターンですね。でここら辺はですね、結構使用ギターで変わってくるポイントでもあります。で今のですね、音だけ聞くとなんか高域が高域が足りなくて音の張りがないと思ってる方もいらっしゃると思うんですよね。で前回の動画でも話したようにプリアンプはですね、基本的に歪みのキャラを決めるセクションなので、イコライジング的な話とか音の張りとかは別のセクションで調整する形になります。でプリアンプはとにかく歪を決めることだけにですね、集中して調整してみてください。で今回はですね、レンジ豊かな音にしたかったので、まあ、綺麗に均一に歪むように調整しました。ということで次はですね、音の張りの部分、パワーアンプをカスタマイズしていきましょう。前回の動画でパワーアンプは音の張りをコントロールする部分だと話したんですが、まあ、真空管を変えることで音の張りや、パワーアンプで得られる歪みのキャラを、変えることができます。で今回はですね、レンジ豊かにドライブ感あふれる音にしたいので真空管をですね、 EL34 から 6L6 に変えます。で EL34 はですね、まあ、ブリティッシュ系のアンプに採用されることが多い真空管で、音のキメが荒くてですね、バリバリと歪むような質感なんですよね。マーシャルの音をイメージしてもらえば分かりやすいと思います。で 6L6 はですね、まあ、EL34 と対照的にキメが細かくて全帯域がこう均一に出てくるような質感になります。こちらはですね、メサブギのレクチをイメージしてもらえば分かりやすいと思います。ちょっと真空管変えたことで出力が下がったんで、バイアスミニギターの方でちょっと上げますね。で、まあ、前回の動画と同様にここのスプリッターゲインとパワーゲイン、まあ、こちらもちょっと調整しておきましょう。で真空管らしい押し出し感を得るためにスプリッターゲインをちょっとプッシュしておいて、でこのパワーゲインがですね、ちょっと僕の経験上これ上がりすぎな気がするんで、まあ、スプリッターゲインを今プッシュした分パワーゲインをちょっと下げておきましょう。
まあ、こんなとこですかね。でスプリッターゲインとですねパワーゲインの調整については、まあ、前回の動画で解説してるんで、まあ、そちらも参考にしてみてください。であとですね、実はこのパワーアンプはプレゼンスのですねキャラを選ぶことができます。で今ですねヴィンテージが選択されてるんでこれをモダンに変えます。でイメージ的にはですねヴィンテージは、その名の通りヴィンテージアンプにマッチして、モダンはですねハイゲイン系のアンプにマッチする感じですね。なんかこうモダンに変えたことで一気に音がきらびやくなりましたよね。であとですねこの隣のレゾネート、ここも調整しましょう。でこれはですね低域と高域のトーンを一度に調整するイメージで、結構音の張りに影響のあるパラメーターになります。でここをですねプラス側に振ることで低域と高域にこう音の張りが出てくるんですよね。なので今回もですね、まあ、いい張り具合が得られるようにプラス側に振って調整しておきましょう。まあ、ちょっと低域強めですが、まあ後でトーンコントロールなどで調整するとして、まあ、この辺にしておきましょうか。今もうこれかなりアンプライクな生々しい音になってますよね。でパワーアンプをですねカスタマイズするコツは、音の張りの部分を調整するセクションなので、とにかくこう音を出して気持ちがいいポジションに持ってくるイメージで調整してみてください。ではフロントパネルに移動して、前回と同様にですねプリアンプとパワーアンプのゲインバランスをとってトーンを調整しましょう。前回と同様にフロントパネルでプリアンプとパワーアンプのゲインバランスをとるんですが、今回はですね一つだけ前回と違う箇所があります。プリアンプのゲインを絞った状態でパワーアンプのゲインを上げていき、音が太くなるポイントを探るまでは同じなんですが、前回はそのポイントからもう一押しパワーアンプのゲインをプッシュしてましたよね。で今回はですねそれプッシュせずに、とりあえず見つけたポイントで止めておきます。で音に対する違いなんですが、前回は太くなるポイントからもう一押しプッシュしているので、プリアンプよりもパワーアンプに比重を置いた音作りになってます。なので前回の動画を見てもらうと分かるんですが、パワーアンプの真空管 EL34 のバリバリっとした質感がですね前面に出てる音になってるんですよね。ただ今回はより歪んだ音にしたいので、どちらかというとプリアンプに比重を置いた音作りをします。そのためパワーアンプはですね旨味の出るポイント位置をゲインを上げずに、その分プリアンプのゲインを突っ込むような音作りを行います。まあ、とりあえず前回と同様にですねプリアンプのゲインを絞ってパワーアンプのゲインを上げていき、音が太くなるポイントをちょっと探っていきましょうか。まあ、大体6前後ですね。で次にですねイメージに近いドライブ感が得られるまで、プリアンプのゲインを上げていきます。まあ歪みはこのぐらいでいいんですが、もうちょっと音の張りが欲しいので、ちょっとマスターをちょっと上げておきましょうか。なんか結構いい感じの音になってきましたね。で今ですねゲインのバランス取ったので、トーンコントロールで音のトーンを調整します。
まあ大体こんな感じですかね。で基本となる音はこれでできたので、ここからまたですね各セクションに戻って音を微調整します。でまずはですねプリアンプからいきましょうか。まずですねプリアンプで歪みの微調整を行います。で今の状態で結構いい感じの歪みが得られてるんですが、よりガッツある音にしたいので、ここのバイアスアジャストを調整します。でこのバイアスアジャストはホット側に振ることで温かみが出てくるんですよね。で逆にコード側に振るとすっきりした音になります。なので今回はですねちょっとホット側にプッシュする形で調整しようと思います。まあ、とりあえずこれでいきましょうか。でバイアスアジャストの、音への影響は他と比べるとすごく小さいんですが、こういったですねなんか隠し味的な調整がなぜか後になって大きな影響となって現れるんですよね。で次にですねプリアンプ内にもこのローカットとハイカットがあるので、ここでですね歪みに対する音のトーンを調整します。で今ですね、高域がジャキジャキ鳴ってるので、まあ、きつめにですねハイカット入れて、ついでにローカットも調整しておきます。でここのですねトーンコントロールは、滑らかにカットされるようなイメージで、ハイカットとローカットをきつく入れたとしても EQ のようにバッサリ切れることはないです。であくまでですねギターの美味しい帯域が真空管できちんとドライブするためのトーンコントロールの感じですね。でなので、より太さが感じれるような、トーンコントロールを目指して調整しておきましょう。なかなかいい感じの音になってきましたねこれで、僕がですねゲイン高めのサウンドを目的としてこのフィルターを調整する場合、今回の設定のようにですねハイもローも大胆にプラス側に振ってしまって、カットすることが多いですね。というのはですねやっぱりギターの美味しい帯域が真空管できちんとドライブするためのトーンコントロールだと思ってて、その帯域ってやっぱり中域なんですよ。なので普段からこのように設定することが多いです。で後でですねちょっともう少し歪み足したくなったので、ここのディストーションですね、ここを少しプッシュしておきましょうか。で、ここのディストーションはですね隣のこのチューブステイリスに対する歪み量の調整になります。まあ、イメージ的にはこう各チューブステイリスに対する歪みのレンジっていうんですかね、それを調整する形になります。まあ、あまりこう難しいこと考えずに深い歪みが欲しければここプッシュするみたいな感じで覚えてもらえばいいと思いますよ。で、プリアンプのカスタマイズはこの辺にしておきましょう。で次にパワーアンプで、パワーアンプもですねプリアンプと同様にこのバイアスアジャストがあるので、ここをですねちょっとざっくりと上げておきましょうか。なかなかいい感じになってきましたねやっぱり。でパワーアンプに関しては音の張りはこれで十分なので微調整はこれだけにして、最後にですねまだこう何も触ってないトランスフォーマーを調整しましょう。まずですねトランスフォーマータイプ、ここをですねファットに変えて音を太くし音像を前に出します。めっちゃ音が太くなりましたねこれ。で最後にこのダイナミックトーンですね、ここでですね中域から高域にかけてのトーンを調整しましょう。まあ、この辺ですかね。もうむっちゃいい音っすねこれ。で最後にですね、まあ、このまま続けてしまうんですがキャビネットですね。でマイクの位置なんですが最初結構、適当に置いたので、
マイクの位置もですね、バランスよく音が収録できる場所に調整しておきましょう。まあ、この辺ですかね。マジでめっちゃいい音っすねこれ。もう JCM800 とは到底思えないようななんか音になってますよねこれ。で以上がですね、今回のカスタマイズの内容になります。今回の動画では、前回より詳細な音作りとして、魔改造レベルで積極的にアンプをカスタマイズしながら、前回説明しきれなかった箇所について解説しました。で勘違いしてほしくないのは、僕はこのようなプリセットを抜本的に変えるカスタマイズは普段行わず、基本はですね、前回のようなプリセットから少し手を加えるカスタマイズがメインです。ただですね、今回の動画では各セクションの隅々まで伝えたかったので、このような抜本的なカスタマイズを行ってみました。で前回と今回の動画でバイアスアンプ2のですね、内部設定の解説については、あらかた説明できたんじゃないかなって思ってます。であとはですね、自分がイメージするサウンドに対して、どこを触ることで近づけることができるかというのを皆さん自身でですね、楽しみながら実際に触って感じていただけたら嬉しいです。で次回の動画の話になるんですが、やっぱりですね、ギターの音作りに欠かせないものとしてペダル、エフェクターですね、があると思います。で今回ですね、音作りに使用しているこのバイアスミニギターは本当にギターアンプと変わらないので、ペダルと併用して使うことでよりギターアンプらしいポテンシャル発揮できるんですよね。なので次回はですね、ペダルを併用した音作りについて実際の音を作りながら解説していきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。